どうもです、オーバランチャンネルへようこそ。ホノルルマラソンのコースを紹介しています。ここからはついに30キロから35キロ地点、30キロの壁を越えて、このカラニアナオレハイウェイをひたすら西へ進むだけです。ということで、ここの区間のテーマはひたすら西へ。ここの始まりもここの終わりもこのハイウェイ沿いにありますので、ここはもう30キロの壁をひたすら耐えて、さらに西へフィニッシュラインに向かって走っていく、ただそれだけです。下手したらここが一番つまらない区間かもしれないな。そして30キロ超えてるので、もうきつくなってきてる。ここはもう耐え時ですよね。まあただ一ついいところというか、まあ元気が出るところは、この道の右側、逆側をね、東方向に走ってる人たちが通過しますので、彼らのね、顔、中にはね、知ってるラントムだったりね、知り合いがいるかもしれないので、その東に向かって頑張っている仲間を応援して、応援されて、笑顔で駆け抜けたいですね。ここの左手、ここにはビーチパークがあります。ビーチパークね、このハイウェイにビーチパークが2つあるんですけれども、その我々はセカンドパークと呼んでますけれども、ここでもし休む、なんだったら靴脱いで海にちょっとね入ってもいいでしょう。歩かれてる方とか、もうヘロヘロでやばい方とか、ここのビーチパークで一服するというのもありです。トイレもありますしね、シャワーもあるし。32キロ、1キロ1キロ刻んでいきましょう。このハワイはですね、基本的に天候がこの東から西にかけて吹く貿易風が吹いています。なので風の強い日は、行きは向かい風、そしてきつい帰りは追い風になります。今日も追い風が結構強くて、この西行きのひたすら西に行く道は、この背中から押される風で助かります。ですので風の強い日も諦めずに、行きは苦しくても帰りは押してくれる味方になるので、そこはしっかり天候を理解して耐えて頑張りましょう。ちょっとだけね、風がある方がね、ホノルルは走りやすいかもしれない。あとはちょっと雨が降ってくれて、天気がどんより曇り、これ最高。逆に天気がめちゃくちゃ良くて、景色も綺麗で、風が無風、これ逆にね、危ないですね。めちゃくちゃ暑くなりますので、スタートからね、気温は25度ぐらいありますから、で日中は30度近く上がりますから、ちょっとね、ホノルルは天候が難しいです。ここも行き通過したファーストパークです、ビーチパーク。ここでも疲れた体を癒して海に足をつけられたり休んだりできますので、無理しないようにここのビーチパークでも休んでください。あとはね、もう実際本当にこのハイウェイはひたすら西へなので、特に話すことがないんですね。もう1キロ1キロ刻んでいって、しっかりと35キロ地点までたどり着く、それだけですね。もう頑張るしかないです。ここは太陽は背中から、もしくは頭上から降り注いでいることでしょう。
33キロ地点来ました。はい、34キロ。さあここでもハイウェイがぼちぼち終わりに近づいています。あと1キロでほぼねハイウェイ終わりです。ここねもうちょっとしたらめちゃくちゃ緩やかな上り坂に今も差し掛かっています。その後ねまあまあ急な坂があるのでそこはもうね頑張り時です。ここは一番頑張り時、その坂に向けて勢いがつけられるといいですね。このカラニハイスクールを過ぎると目の前に坂が現れます。これが35キロ地点手前の小ボスハイウェイ終わりの上り坂です。この上り坂をねなんとかペースをあまり落とさないで駆け上がりたい。ここを頑張ればちょっと緩やかな下りになりますので、ここがある意味勝負です。歯を食いしばってハイウェイもう終わりだ。もうちょっと、さあハイウェイ終わりです。ここから右手に行くと H1 というフリーウェイなんですが、ランナーはフリーウェイには行かずにこの左方向に向かいます。そしてここが35キロ地点ですね。ここからさらに西へ、そして栄光のフィニッシュラインカピオラニパークまで行きます。30キロから35キロ地点をお送りしました。ここのテーマはひたすら西へ。もうね言うことはありません。ひたすら西に走って耐えるだけです。中にはね立ち止まってしまう人もいるかもしれません。ビーチパークだったりね海でちょっと休んで、まあ、景色を楽しみながら帰っていくと、サブ3サブ 3.5 それより早く狙ってる人はここはひたすら耐えるだけです。ということでこの後はついに35キロ地点からフィニッシュ、そちらの映像をお届けします。お楽しみに。それじゃあ。